何しろダービーの雰囲気は素晴らしかった。小柄なんだけど切れ味抜群みたいな。ここで見てると本当に面白い選手がいて、で J2 もやっぱりかなりレベルが上がってるかな。だから選手たちも頑張ってた。ダービーだっていうのもあったし、最高の試合だったな。面白かったよ。はい、いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。今回は日曜日に行われた J2 の開幕戦、北九州対福岡の試合を振り返りたいと思います。じゃあまず試合の会場の様子を見ていきましょう。何しろダービーの雰囲気は素晴らしかった、はい、だから天気も最高だしさ、はい、やっぱり福岡ダービー5年ぶりだかなんかの福岡ダービー、うん、俺は北九州空港じゃなくて福方からこう行ったのね、はい、新幹線で小倉まで行って、でも福岡サポーターも新幹線で来てる人いっぱいいて、駅からブワーってみんな歩いてたよ。でも10分かかんないぐらいじゃん。で天気もいいし、福岡の方のゴール裏なんて幕をさ、こういうふうにちょうど合わせるのを作ってきて、これなかなかキックオフ前に開けなくて慌てて最後間に合ったみたいに絡まっちゃったんだよ。でこの北九州ってさ、そのスタジアムできるって言ったら落ちちゃったんですよ、はいはいはい、でやっと J2 でここに来たから、でこのダービー最初だったのは良かったな。この日程君すげえよ。これ両方ともまだ期待がある時だし、それで北九州は 23.36 歳なんだよスタメン。若いし、で小林監督も今年は去年より走りますよみたいに言ってるし、若いのいっぱい使ってる。でアビスパもメンバーいっぱい変わりました。そのフアンマだって大宮でしょ、はい、で遠野が飛んだ。で同じのは石津とかさ、そうですね、篠原とか、はい、そのぐらいセランテス3人ぐらいしかいねえんだよ。あとそのサロモンソンもさ広島で、福光と前っていうのは水戸から持ってきてんだよ。だから結構いいバランスで、ね、長谷部はやっぱバランス取るのうまいね。このチームのバランスはすごい。水戸の時もそうだね。でやっぱ前が効いてんだよ。前がやっぱりそういうバランスをうまく取ってる。でそれで結局鈴木純とかあの上吾とか、はい、あの木戸っていうのはまあ去年だか一昨年からいるから、そういうやつらを置いといて、はい、うまくいかなかった時にもそういうの入れりゃなんとかなんだろうみたいなんで、はい、あえて初めてのガーンって使ってきてるから、北九州の方のこの佐藤亮っていうのもいいね。これだから明治のやっぱり三冠取ったやつら結構いい。やっぱそうですか。これも点取ると思う。 FC 東京のアカデミーなんだよね。それから明治行ってるって一番なんかこのルートあそこ強いんだけど。そうですよね。だってこの遠野っていうのはフロンターレが取ったって、はい、それでいきなりレンタルで出してるんだって。このホンダから取っていきなり福岡に出してる。やっぱり結構やるこれで。まあ賢いと思うよ。フロンターレに置いといてもちょっとしか出ねえから、だから出してんじゃん。こういうなんか J2 で伸びそうな、そういう選手を注目してほしいっていうのはありなんじゃない。またその古橋とかじゃないけど J2 からブレイクして J1 に行くんじゃないかぐらいの感じ。ぐらいですか、うん、これちびっこいんだね。あのね、切れ味はいい。小柄なんだけど切れ味抜群みたいな。これこれこれ、こういうプレーとかさ、ほらこれ入ったと思ったけど最後慌ててしまったんだけど、ちょっとえっていうようなプレーを平気でやってくる。だシュート本当に8本ぐらい打ってんだよ。結構いやらしいところにいるじゃん。ほら今でもさ突っ込んでいきたいんだけど、あえて後ろの方にいてさ、こうもらいに来たりとか。そうだ、これだよ、ゴールはな。まあこれは結構おしゃれだったけど、まあ、振り早いなとかな、まあ、当たって入ってんだけど、なんて言うんだろう、やばいね、これ点取ると思う俺。でフアンマーとああいうでかいやつのコンビは結構いいだろうね。フアンマーとかジョーゴとか、こうポストプレイヤーの周りでギャーって動いてるっていうかさ、ちっちゃい、ちっちゃいけど面白い。福岡はちょっと高さがなかった。これは覚えといた。ほらこれでも今なんか出させて取ったりしてるよね。これいけんだよ自分で。まあ、まだまださ、いろんな課題はあるんだけど、うん、あるとは思うけど、うん、本当に魅力的だよ、20歳だな。だ3年間ホンダでやってプロになったわけでしょ、はい、だからそのホンダだから働いてもいるし、でプロでやれるのってほら、こういうとこのあれもすごいなんか。だから切れ味するでナイフみたいな感じなんだよ。でみんなよく知らねえからなんだこいつみたいな感じなんだけど、いろんなとこに絡んでくる。縦横無尽ですね、もう。そうだよ、はい、これ最初の試合でこれってのは本当に力あると思うよ。ほらこれ、ほら、ああ本当だ。
勢いがすごい。そう頭からというだからこれは面白いって本当に。あ、なるほど。すぐなんかこれ面白いなって。そしたらさ、去年天皇杯で浦和とかがあの抜かれてやられてたじゃん。 あいつかって思いました。ほらこれだよ、これだ。これはやっぱ本当に注目、なんか面白い見てて。だこれは使いたくなると思う。でファンマとの感じが馴染んでくれば、うんうんうん、本当に面白いんじゃないかな。なるほど、うん、はい。ということで試合結果は0対1でアウェー。あの北九州負けちゃったけど、はい、全然そんな悪くないし、やっぱりよくこう小林監督らしくこう、うんうん、整理されてるし、はい、若い選手も多いからさとなるけど、この佐藤亮には期待したいね、はい、うん、左利きセンスもある、うん、なんかやっぱこれもやっぱりツートップのこの片割れみたいに割と自由に動く方なんだけど、これ7番、はい、賢いからとっとんのも埋めんだろうね。これあ、この持ち方とかさ、この切れ味とか、ほらいいでしょ、はい、まあ、まだっていうかさ、でもちょっと小気味がいい感じだこれもな、結構ああいうとこちっちゃい割にこの体の入れ方とかうまい感じ。このフェイントみんな引っかかって、俺も引っかかって昔ながらのフェイントみたいなのあれ、ね、でっかい人がやるけどあんなちっちゃい人やんだっけみたいな感じで、この試合2人のそういうちっちゃい2人がさ、キレがいいから見てて気持ちいい感じ。体のね、入れ方がちっちゃいから相手の懐にキュッてうまく入って、左利きだしで、みんなあんまりよく知らないからかちょっとやりにくそうにするってなるよね。面白いだろ。面白いです、ね、だから明治のやつらってほら3冠取ったっていうけど、みんな明治のやつはやっぱりレベル高いね。これだけ揃ってたらやっぱ大学でちょっとダントツに強かったっていうのはちょっとわかるかもしれない。うん、なんかここら辺の選手伸びそうだなっていう選手がいっぱいいたね。面白いですね、そういう視点で J2 を見るっていうのも、ね、うん、あと高橋大吾ってほら、はい、去年あのエスパルスから来てる左利きのやつはいる。クロスバーとかぶつけたらすげえの入ったと思ったらパーンっ って。でもやっぱここで見てると本当に面白い選手がいて、で J2 もやっぱりかなりレベルが上がってるかなと思う。でしかもこの試合はもう満員だったでしょ、はい、13,000-14,000 近くだったから、だから雰囲気がやっぱいいよね、サッカー専用で。だから選手たちも頑張ってた、ダービーだっていうのもあったし、で主審の、ね、榎本さんも、はい、あのうまくこう笛もプレー続けたし、でこう終わって挨拶に行くじゃん、はい、そしたら「いやいい試合だったね」って言ったら、主審も笛主審やってて楽しかったって、選手も頑張ってくれるし、その汚いんじゃなくて激しいけど本当フェアだから、もうやってて楽しかったですって。いやでもそういう試合だよ本当に。あ、いいですね。で天気も良かったし、うん、最高の試合だったな、うん、面白かったよ、行って良かったよ、はい、っていう感じ。はい、うん、はい、ありがとうございました。いちおち情報や質問はいつでも募集しております。ハッシュタグ J リーグ TV をつけて投稿してください。また次回お会いしましょう。はい、ではチャンネル登録はこちらからお願いします。